はい、こんにちは。今回はボクシングの試合でやばい倒れ方をした試合を紹介いたします。ジェフ・パギース Merciless Ray Mercer Stopped by Brian Nielsen when he traveled over to Auburn。レイ・マーサーはアマチュア時代にオリンピックで金メダルを獲得し、プロ入り後2年足らずで WBO 世界ヘビー級王座を腰に巻き、無慈悲と呼ばれた異名通りノックアウトを重ねました。レイ・マーサーは1991年1月にトミー・モリソンを滅多打ちにした試合が有名なのですが、この試合でも無慈悲で容赦ない攻撃を敢行し、第2ラウンドに相手を失神させ、さらに右を追加し場外に叩き落としました。Ray Mercer。 2014年11月、20勝1敗のアミール・マンスールと18勝2敗のフレッド・カシが激突しました。迎えた第7ラウンド、サウスポーのマンスールは左オーバーハンドから右フックをヒットさせ、カシの意識を刈り取りました。17戦全勝のアラン・グリーンと9戦全勝のジェイドン・コドリントンとの戦いは、後に世界挑戦するアラン・グリーンが開始早々左フックをヒットさせ、その後14発の連打を上下に放ち、わずか18秒でノックアウトしました。Jesus Gonzalez Adonis Superman Stevenson。 この試合の1年後に WBC 世界ライトヘビー級王者となるアドニス・スティーブンソンは2012年2月にゴンザレスと戦いました。アドニスは刑務所に入っていたこともあり、プロデビューが29歳と遅く、この試合の時はすでに34歳でしたが、アマチュア経験豊富なゴンザレスにワンツーを炸裂させてダウンを奪い、ゴンザレスは痙攣したまま起き上がることができなかったのでした。幼少の頃から
ボクシングを始めたアルツール・アブラハムはデビューから2年4ヶ月で IBF 世界ミドル級王者となり、5度目の防衛戦にコーレン・ゲボルを迎えました。貝のようにがっちりしたブロックから強打を振る王者アブラハムは、フック系ストレートが強烈で、チャンスになると強打を集め KO を量産しました。また王者アブラハムは1年前のエディソン・ミランダとの試合で第4ラウンドに顎を骨折しながら12ラウンドを戦い抜いて勝利するなど、タフネスとハートの強さも持ち合わせているのです。ゲボルとの試合でも王者はかなり被弾しましたが耐え抜き、11ラウンドにワンツーから左フックを振り抜くと、ゲボルは糸が切れた操り人形のように崩れ失神しました。WBC 世界ミドル級王者のセルヒオ・マルティネスが初防衛戦でポール・ウィリアムズと相まみえました。両者は1年前にも対戦しており、その時は大激戦となり、ウィリアムズのスタミナが後半ポイントを重ね、ウィリアムズが判定で勝利しました。ウィリアムズは身長が185センチで、リーチがなんと2メートルを超えており、規格外の体格とスタミナを誇ります。一方マルティネスは普段の体重が90キロを超えており、18キロも減量し試合に臨むパワーファイターです。2ラウンドにウィリアムズの左に対し、王者マルティネスの左が強烈なカウンターとなって炸裂しました。WBC 世界バンタム級王者ルペ・ピントールは3度目の防衛戦でマッチ棒の異名を持つジョニー・オーウェンを迎えました。王者ピントールは WBC 世界バンタム級王座のタイトルをあのカルロス・ファラテから奪った強打者で、2度目の防衛戦で村田英二郎選手と激闘を演じ、42勝中 34KO と非常に高いKO 率を誇っておりました。長身の挑戦者オーウェンは王者ピントールより10センチも身長が高いのですが、強打の王者ピントールを相手に距離を取らず果敢に接近戦を挑み、圧倒的不利な予想の中一歩も引かない打ち合いを演じ、激闘を繰り広げてまいりました。
迎えた第12ラウンド、接近戦からのピントールの右フックがオーウェンの顎を打ち抜き、オーウェンはダウンを喫しました。そして再開後、またもやピントールの右フックが顎を捉え、オーウェンは糸が切れた操り人形のように崩れました。